はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、今、ジャニーズへの反対運動してるペンライト、元光もね、動画で前にお話ししたと思うんですけど、ただ賛同人がコラボ関係者ばっかりじゃねえかーっていうことでね、話題になってたんですよね。で、あくまで賛同人だからっていうことでね、言い訳してたんですけど、このペンライトの 発起人である2人、この2人がですね、実は別人を装ってて、コラボや WBPC 寄りのね、こちら、肝炸裸の組織のメンバーだったんじゃないのかっていうことがね、ばれてしまってるんですよね。で、それで、その組織から、なんか理事長とかの名前が一気に消されたりだとか、あと、2藤さんも、このペンライトからフォローを外したりだとか、一気に崩壊にね、向かってるという、そんな内容なんですよね。マジでちょっと本当に取り肌 2つぐらいやばい話なんでね、まあ、今回見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、先ほどもお話した通り、前にもね、お話しした、ペンライト、このジャニーズの加害反対運動をしてる人たちの賛同人でコラボ関係者ばっかりだったわけですよね。おいほぼコラボじゃねえかーっていうことだったんですけど、ま、だただ、本人たちの言い分からすると、あくまで賛同人だからね、 えー、主体で動いてるわけじゃない、コラボではないよっていうことを言ってたんですけど、こちら、日和空氏が、ね、引用してツイートしてくれてるんですけど、ペンライト、えー、ペンライトっていうのが、ね、反対運動してるこちらのねアカウントね、ペンライトのジャニーズを思って署名活動していたジャニオタ、まあ、2人だね、さっきの。実は k p o p 推しだったことがバレた挙句に、コラボ関係者がコラボしまくる、地獄絵図にっていうことで、この2人、 ホッキリンの2人っていうのが、実は全然ジャニーズのファンでもなく、コラボ寄りの人たちで、かつ K-POP とかね、韓流系のものを推してたぞっていうのがバレてしまうんですよね。まあ、その内容っていうのはちょっとずつ見ていこうと思うんですけど、こちらからね、えこの人言われてて、ペンライト、高田さん、仮名は、これ女性の方の方ね、映画監督の夏井雅子さんではあって、特徴的な左眉、頭上のほくろや目の形も同じなことから、似ているより、同一人物 だと思うその夏井さんがなぜか慰安婦支援マリーモンドに田中麻子さんと全く同じ写真でいるのは偶然なのかということで名前変えて違う活動してるっていう疑惑が上がってくるんですよね。まあ、ここにも見えている通りこれがもともとジャニーズの反対運動してる人高田さんの、えー、写真なんですけどそこのほくろとかが映画監督の夏井雅子さんと一緒じゃんって。 目もめっちゃ似てるよねって言われてるんですよね。で、まず一人目、映画監督の夏井雅子さんじゃねえのかっていうふうに言われてて、で、かつ、え他にもね、田中麻子さん、イアンフサバイバーのハルモニたちの人権活動家として、姿を伝え、性暴力のない世の中を目指すマリー・モンドの理年にサンドしてデザインを担当していますということで、このマリー・モンドっていうのがね、めっちゃ大事なんで覚えておいてほしいんですけど、まあ、こういう同じ写真使ってるから、まあ、少なくともこの映画監督の夏井雅子さんと、田中麻子さん っていうのは、同一人物だと思うんですけど、まあ、名前変えて活動してたりするんですよね。まあ、その人と顔が一緒じゃねえかっていうふうにね、疑惑が上がるわけですね。おいおい、また名前変えて何かやってんじゃねえのかって。で、そんな中、こういうことしてくれた人がいるんですよ。何の話題か分かりませんが、AI 顔認証技術を用いて判定したところ、同一人物と判定されましたって。<laughs> AI、そんなこともできるんだ。すごいでって。いうことで、顔比較すると91、91%一緒だぞとか、えー、他には 92%一緒だぞっていうのでほぼこの2人っていうのは同一人物じゃねえのかっていうのがね、えー、見えてくるんですよ。とか他にもマスク取ったところも動画に映ってたりだとかしてもうほぼ一緒じゃねえかっていうことになるわけですで、えー、過去のね夏井雅子さんとかの写真っていうのはすごくいっぱいあったりするんですよこんな感じで。 だからもうほぼほぼ似てんじゃないのか、まあ、元光もこれ、えー、見る限り確かに本人なんじゃねっていう感じはすごいしたんですよね。で で、えー、実際にこのペンライト、高田さんとほぼ一緒で、まあ、本人って言っても全然おかしくはないからという内容なんですよ。まあ、こんな感じで、実は別人だぞっていうのがバレてしまってるんですよね。で、えーまあ、こんな感じで、その元々の映画監督のアカウントは存在しませんってなっちゃってるんですよ。ドイツ人物だと言われるアカウントはね消しちゃってるんですよね。めちゃめちゃ怖いよね。映画監督やってますって言ってたはずなのに、アカウント消しちゃってるんですよ。まあ、でねじゃあ 同一人物だったら何が問題あんだっていうとこなんですけど、こちら、ジャニーズファンの皆様へって、最近ジャニーズを執よに攻撃しているペンライトになる団体は、特にジャニーズファンの集まりではなく、別の思惑があるようなので、お気をつけくださいってね、注意喚起してくれてる人がいるんですけど、えー、この高田さんが、このね、田中麻子さ,さんということになると、まあ、先ほども話した通り、慰安婦の話をしてですね、マリーモンドの理念を賛同し、デザインとかを担当してたりするんですよ。それって何なのかっていうと、 こちらなんですけど、えー、クラファンとかでもやっててね、ね性暴力のない世の中を慰安婦サバイバーの願いをマリーモンドのデザインでということで、まあ、これ誰がやってるかって、希望の種危機器、まあ、これコラボの、ね、話でも出てきたと思うんですけど、こういう組織が主、えー、でやってるということで、まあ、ここについてはね、もう少し後で詳しく見るんで、まあ、こういうことやってて、このマリーモンドっていう名前でブランドみたいなの作って、いろいろ物作って、 てたりすするんですよね、えー、こんな感じなんですけど、スマホケースだとかこういうお花の柄でいろんなものを作ってたりするんですよ。まあ、それをデザインしてるって本人がね、言ってたりするんですよね。田中麻子さ,さんは。そして、さっきのページにもある通り、このマリーモンドのデザインのクラファンの時にですね、えー、ここ、えー、ちょっと待ってね、だいぶ下になるんですけど、ここら辺で、えー、田中麻子さ,さんはメンバーですっていうことを言ってるんですよ。ここ、えー、とね メンバー紹介っていう書いてあるでしょだから、えー、田中あさこさんはメンバーとして動いてるわけなんですよこの「希望の種」基金のでこの「希望の種」ってどんな組織かって改めて見るんですけどちなみに「希望の種」とは韓国のゴリゴリの反日団体である正義連に日本の皆さんのお金を流す団体でコラボ代表の仁ゆ夢のさんや NPO 法人パップス代表の金尻和那君も協力しておりますのでお気をつけくださいっていうこういう団体だーっていうふうにねまとめてくれてるんですよ ここに書いてて「希望の種」基金の組織図っていうことでこれホームページの方だねに書いてる内容で一般社団法人希望の種基金は正義記憶財団の趣旨に賛同し日本に暮らす市民たちが中心となって立ち上げました正義記憶財団と協力関係にある一般社団法人ですということでもうがっつりねえはっきり書いてるんですよ希望の種の中で正義連に関わる団体であり2等夢の差のね名前 名前とかはあったりするわけですよ。まあ、こことつながりがある人が名前変えてジャニーズの反対運動をやってるぞと。 いうことになってきちゃうわけですよねちなみにもう一つあるんですけどこちらハンジャニーズの会ペンライトホッキ人の高田さん正義連のキックバック会社マリーモンドのスマホケース使ってるやんっていうことであの会見の時にですねこんな感じで携帯を出してたりするんですけどそのスマホケースの柄っていうのも特定されてですねこんな感じであれマリーモンドで作ってるやつじゃんっていうことになるんですよまあ、隠してるようで全然隠されてない状態なんですよねマジやばいや これ特定した人たちもめっちゃすごいと思うんですけど、まあ、こんな感じでバレてくる,るとでさらにもう1人ですよね、えー、こちらの方、えー、先ほど、ね、会見で右の人男の人なんですけどこの人にも問題があるということでペンライトの古澤誠さん加盟の、ねえー、右の男性の方の方はです、ね、希望の種運営委員の新畑誠さんってそっくりですねということでこの人に似てるぞと希望の種の人にでそれが、ね、この人なんですけどもう確かに似てるよね。 これ比べただけでも顔めっちゃ似てんじゃんってなって。 また希望のの種なのっていうことがね話題になるんですけどまあこの人似てるって言われてるね希望の種の人はこの話が話題になった瞬間に鍵あかになってるんですよねえーって分かりやすいムーブですよね実は新畑さんが鍵あかになる前にブロックされましたっていうことで、ね、まあ、これを気になったからツイートしたらブロックされてささらに鍵あかになってしまうということで逃亡しちゃうんですよねこれもうほぼ答え合わせじゃんっていうことも言われててちなみにこの新畑さん 新畑さん希望の種の人はですね何をツイートしてたかっていうと「テヒョン愛は強め」っていうことで k p o p のアイドル ばっかりをツイートしてたみたいなんですよね。BTS だとか、あと、テヒョンだとか、まあちょっと元日韓国のこと全くわからないんで、あれなんですけど、もうとにかく、韓流アイドルとかをめちゃくちゃフォローとかしてたわけなんですよね。ジャニーズとかじゃなくて、韓流系のものばっかフォローしてたわけなんですよ。えーって全然違うじゃんっていう話になってくるわけなんですよ。もしこれ、同一人物なので。で、えー、さらに、ペンライトでジャニーズファンであることを詐称していた古さこと、シン・ハ 真誠さん辺野古講義ツアーにも参加していたっていうことでしかもその新畑さんは辺野古の講義ツアーにも参加してるぞっていうことでもうガッツリコラボ寄りなんですよねえ <laughs> マジかよって似てるにしてもあまりにもできすぎてるよねこれ2人ともがこういう状況って。 マジやべえじゃんっってていいいうことでねろろ、まあ、話題になって、えー、自称、長年ジャニーズファンドペンライトの2人は韓国慰安婦支援団体希望タネのメンバーで SNS にはジャニーズネタ1つもなく韓流アイドルネタばかりで北原実さんや太田弁護士もメンバーでコラボ代表の仁藤由美乃さんとトークイベントで壇上に上がってたりしたのかいっていうことでもうがっつりそっちがじゃねえか賛同人だけじゃなくて本人たちもそっち寄りじゃねえかっていうことが言われてる ですよねまあ、だととししたらむちゃくちゃゃくひどいことしてますよねジャニーズファンの人たちを嘘でかきたててるわけだからめっちゃひどいことやってんじゃんっていう話になるわけですけど、まあ、そういう憶測が広まってですねそのペンライト側でもあの表明が出るんですよペンライトのメンバーのバックグラウンドについてさまざまな憶測と批判が繰り返され賛同してくださっている皆様に混乱をもたらしていることに関して高田からお話しいたしますということでまずこれ釈明するぞ っていうことでで、ね、書いててくれてるんですよ、まあ、大事なんでちょっと読んでいこうと思うんですけどペンライトのメンバーのバックウンドについてさまざまな憶測、えー、繰り返されてるよって今の日本において性暴力に反対する運動は大きなバッシングのただ中にありますそのバッシングの影響を避けたいと匿名で活動を始めました 今、私生活がいろいろと暴かれてしまっていますが、そうなることが怖かったし、周囲の人に迷惑や心配をかけたくなかったということも、匿名で活動を求めた理由の一つです。ジャニーズ事務所の元事務所、タレントが性被害に遭ったと声を上げたとき、被害者のケアをしてほしい、二度と同じようなことが起こらないよう、きちんと調査してほしいと求めることは、どんなバックグラウンドがあっても、言っていいことだし、それぞれの立場の違いを超えて、同じ思いを共有したいです。なかなかか難しい道ではあり ありますがこれからも同じ思いを持った方たちと出会いを共に考えていけたら嬉しいです。まあ初手は気持ちを述べているだけなんですよねで私たちが最初から一貫してお伝えしている通り、えー、署名の賛同人はあくまで賛同人でありペンライトの運営や方針には関わっていませんって賛同人コラボ関係者関係ねえんだーっていうあくまで言っててまた特定の団体に利益を誘導したり貢金を得て活動できるような力を持った団体ではありません。別の活動ににジジャャニニオタやジャニーズ事務所を利用するために 状態を隠した活動動家ががやっててる運動だと言われていますが今のねこのねこ疑惑で別名でやっているということで署名を直接渡すこともできず署名に対して個別に答えてもらうこともできずあまりにもちっぽけな存在であることを日々痛感しているのに私たちが別の目的のためにジャニーズ事務所に裏で操っている団体の関係者を送り込んでいるなどとコート無形なことを言われるのは悲しいですということでいろいろ言われてるけど悲しいんだっていうふうに言って。 てるんですすすけど、じゃあそれを証明することは一切してないんででよねで。またメディアに出て自分の影響力を強めるために正体を隠して活動しているとも言われていますがこのの問題多くの方に考えてししいといいとう思いしかありません。個人情報も淡かれたりバッシングされたりして顔を出して活動することがデメリットであると感じていますがそのような思いで顔を出して活動していますということ、うん、なんかよく分かんないけどなんか悲しいよとか嫌、えー、だよとかって言ってるんですけどじゃあそれを証明するものは何 もしペンライトに賛同できなくてもジャニー喜多川氏による性加害の問題については多くの人に考えてほしいですということで1、まあ、個ずれて話が進んできてもう1つ私がジャニーオタではないいとと言われててることに関ししお話しします私自身はジャニーズタレントのファンですがそれを証明するために会員証や今まで買ったグッズや雑誌を証拠として出してほしいと言われるのは悲しいですそれらは私が時短の、えー、笑顔や言葉に触れるために 買ったもので誰かに自分がジャニオタである証拠を見せるために買ったものではありません買ってはいるけど見せられませんということを言い始めるんですよ同じ思いを持ったジャニーズファンと繋がりたいのでいつかお話できたらと思いますが時短が誰かを明らかにすることで時短にまでバチンが飛び必しそうで今はまだお話できません私がジャニーズファンかどうか追求する時間をどうか時短への愛を語る時間に使ってくださいって何の答えにもなってないね で、他には、えー、最後に原氏の桜井翔くんがザ・ブラック・アイド・ピースの Where is the Love? という曲に自身の書いたリリックを載せて歌ったことをお話しさせてください。Where is the love は、 同時多発テロの後に作られた曲で宗教や人種によって分断されてしまう社会の中で愛はどこにあるのかと歌う曲です翔くんも9月11日の時に考えたことをリリックに込めていますリリックの中には右とか左とかではなくただ僕知りたいえ聞きたいことは一つという言葉がありますが私も勝手ながら同じ思いを感じています性暴力は二度と誰の身にも起こらない社会を作るために声を上げるただそれだけのことです署名は現在4万室を超えました 1一度目の署名提出後、ジャニーズ事務所が動画を上げたり対策、対応策を発表したりしましたが、成果がいる事実はいまだに認めていません。私たちとしても、ジャニーズ事務所がどのような対応をしていくのか、注視していましたが、その間も署名は増え続け、今のジャニーズ事務所の対応は十分ではないと、多くの人が考えていることが分かりました。皆様の思いいいいををもううう度ジャニーズ事務所に伝えるたため今後署名を再提出ししまますすととどうか引き続き続ご協力お願こで 結局、そういう憶測だとか、あなたたちは何者だのっていうところに関しては、全然釈明しきれてないんですよね。まあ、決定的な証拠だとかを出すわけでもなく、とにかく気持ちで訴えかけてるというような内容なんですよ。これ見て信用できるかって言ったら、全然信用できないよね。 で、まあいろんな人の反応なんですけどペンライトの活動について思うことは山ほどありますがそれは一旦たけげます何らかの意思を持って活動しようというものが他者の言葉を都合のいいように使うのはいかかなものでしょうかことを起こしたいなら少なくとも自分の言葉で語るのが筋でしょう我々が敬愛する方の言葉を表説するのは即座にやめていただきたいってもう桜井くんの言葉使うんじゃねえよーっていうことでまあ多分この人もファンの人だと思うんですけどふざけんなーっていう声が上がってますね自分 言葉で喋れよってとかお気持ち表明が長すぎ私生活が暴かれということは特定されていた某規模たれ関係者なのは否定しないということですかって全然言ってないもんねこれについてで時短が誰かを明かせないのは推しが K-POP の人だからですかあなたたちこそ数々の疑惑に答えたらいかがですかそりゃそうだね <laughs> ま,ま,ま,まんませるんだと思うんですけどこんなところに桜井君の名前を出すのはやめてくださいということでふざけんなって声ばっかりなんですよねもういろいろとバレ 信用を失ってメディなかなかとお気持ち表明しなくていいから適当な理由をつけてでも即時解散してくださいあなたたちが手のひらに収められるような組織じゃないんですよジャニーズってっていうことでめちゃめちゃ批判さっとしてるんですよねまあこの中途半端な釈明したことによって、まあ、より一層疑惑の念が強まってたんですけどその後ですねこんなことが起こるんですよ超絶秘宝だーっていうことでペンライトが希望の種、基金判明 に理事が11名から2名の大幅リストラ、理事9名逃亡してるぞーっていうことになるんですよね。え問題となっている希望の種危機の理事なんですけど、現在はこんな感じで、ねえー、2人しかいないんですよ。あれ ?2 人だったっけっていうところで、えー、スクショを取ってた人がいてですね、まあ、こういう感じで、ね、上げてくれるわけですよ。今2人なんですけど、もともとはこんだけいたんですよ。11人。 いいろんな人がいてですね、ちょっとアップにしようかな見づらいかもしれないですけど、えー、こういういろんな方がね、えー、ま分かりやすいのは角田、えー、ゆき子氏とかはこれコラボの,あの最初の弁護団にいたりしましたよねとか、えー、他には太田弁護士とかがいたりするんですけどもうここら辺の理事の人たちが一気に消えてるんですよ名前。 で、逃亡してるぞーっていうことで、もうこれ答え合わせやねえかーっていうことでね、話題になってるんですよね。で、さらにですね、こんなことも言われてて、ペンライト、まるで線香花火のようにポトリと落ちたなっていうことで、二頭夢野氏がペンライトのツイッターフォローを外したぞーっていうのもね、話題になってるんですよ。で、元光も確認しに行ったんですけど、もともとね、二頭さんがフォローしてたかどうかっていうのが、決定的証拠はなかったんですけど、えリツイートをしてたりだとか、まあ、賛同人に名前 上がってるぐらいだからさ、こう、二刀有名のって。上がってるぐらいだから、全然ね、フォローしててもおかしくはないかなと思うんですけど、でも現在、元光が確認しに行ったんですよ。裏赤の方でね。で、二刀さんをフォローした状態で、このアカウント見てたら、ここにね、表示されてないですよ。二刀さんがフォローしていますとは。菱山さんの名前はまだ残ってるんですけど、二刀さんの名前なくなってるんで。 現在、二藤さんがフォローしてないっていうのは確かなんですよね。もう二藤さんも手を引いたぞーっていうことで、一気にいろんな人がね、ここから離れていくんですよ。もうぶっ壊されてる状態なんですよね。まあ、それが答え合わせだと思いますけど、いや、ネットの力すごいよね。 ここまでいろんなね情報を集めて追求できるってやっぱすごい社会になったなと思いますけどねでまあそれに対してねいろんな意見を見ていこうと思うんですけど拡散してまいりますって答え合わせ進んでますねってまあほんとそうだよね。<laughs> こんなの一気に削除しちゃったら答え合わせしてるのと一緒だけどねしかしまた別の利権に群がってきますので忘れず注意だーっていうことを言ってたりだとかえ他には「ここまであからさまにやる」って削除ねひどいねーっていうことを言ってたりだとかあと他には「拡散拡散」ってバレた途端にとっとと逃亡かよね本気でこの問題に取り組む気がないんだよーっていうことを言われてたりだとか他にはね <laughs> 残すすぎて草どうすんのこれわらーっていうことでもう完全逃亡状態であるわけなんですよね。まあこれだけネットで調べられたわけだから今回2人がね、この9人、逃亡している9人についてもいろいろ調べが進んでいくんじゃないのかなと思いますけどね、いやほんとすごい時代になったなと元水は感じています。ということで今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴 ありがとうございました。